伝説バイコーリー。はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。任天堂 3DS 用のゲームソフト、ベイブレードバーストです。はい、こちらですね、2016年11月10日発売のゲームソフトですね。はい、これをですね、いち早く、お借りしてきました。はい。で、パッケージはこのような感じになってますね。はい。アニメの主人公のバルトとかシュートが撮ってますね。はい。で、特筆すべきはここ、これ。アマテリウスエアロアサルトプラチナバージョン。そう、ゲーム限定で必ずついてるらしいんで、これすごいよね。うん、まあ、この上はベイブレードバーストとなっていて、裏側はこのような感じになってますね。はい、ゲームのシーンとか出てますね。はい、では早速開けていきましょうか。はい、はい、いきます。おお、こんな感じで入ってんだ。すごい。そしてこれがゲームソフト。はい、はいはい、こちらがゲームソフトの箱になってますね。中にカートリッジ入ってますね。はい、裏側はこんな中になってます。はい、同じだね。そしてもう一つ遊び方説明書がついてますね。これはベイブレードの方の遊び方だ。はい、ゲームではなくてね。はい、ということでこちらがアマテリオスエアロアサルトプラチナバージョンですね。はい、じゃあ組み立てていきましょう。はい、はい、プラチナバージョンというだけあってなんかねすごい綺麗。そうだね、うん、すごいクリアパーツでちょっとだけシルバーが入ってるかな。はい、でラメも入ってますね。はい、すごいかっこいいな。うん、ちなみにこちらはアタックタイプでございますね。はい、ではこちらの伝説ベまたアングル変えてシュートしていきましょう。はい、それではアマテリオスエアロアサルトプラチナバージョンをシュートしていきましょう。はい、では進行お願いします。はい、3、2、1、ゴーシェス。スムーズ。やっぱりアタックタイプと言ってね。そうだね、アタックタイプだからこういう動きだね。うん、うわ、かなりスムーズだね。うん、そこがそして綺麗だね。うん、じゃあ対決していきましょうか。はい、私がですねビクトリーバルキーのブーストバリアブルでまず戦いたいと思います。はい、僕はこのアマテリオスエアロアサルトプラチナバージョンでやります。はい、やっていきましょう。3、2、1、ゴーシェン。うわー、両者バースト。3、2、1、ゴーシェン。お、これ食らってる。お、お、すごい。どっちだ、どっちだ。同時ぐらいだったね。そうだね。3、2、1、ゴーシュン。ではベイを変えて私がアマテリオスエアロアサルトプラチナバージョンでいきます。はい、僕はビクトリーバークリーブーストバリアブル。3、2、1、ゴーシュン。感じでこうかわしてるけど、うん、おお。3、2、1、ゴーシュン。わーおー。3、2、1、ゴーシュン。おお。アマテリウスエアロアサルトプラチナバージョンがいい軌道に乗っているの。うまくでもかわしてるね。うん、でもこれないと。おーい、アマテリウス。ほぼほぼこの2つは互角って感じかな。はい、うん、はい、ベイ変えます。ストームスプリガンナックルユナイトですね。はい、3、2、1、ゴーシュン。おお、おお、お、いい感じに攻撃してるよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。両者バーストマジで。アマテリウスエアロアサルトプラチナバージョンに私変えます。はい、僕はストームスプリガンナックルユナイト。3、2、1、ゴーシュン。お、お、いい感じ、いい感じ。お、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 なんと、こっちも両者バースト。3、2、1、ゴーシュン。お、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 いいね、いい攻撃。では、スタミナがいい感じに。おい、バーベキュー。3、2、1、ゴーシュン。あ、これは当たらないときつい。うん、当たんない、当たんない。こうするとストームスプリガンの方がちょっと有利かな。そうだね、当たんない。おお、なかなかやるね。うん、アマテリオス。では最後に伝説ベイと対決しましょうか。はい、
バルドゥールバンパーバイトですね。はい、同じく伝説兵でございますね。はい、これで戦いましょう。はい、スリー・ツー・ワン・ゴー・シェン。さあ、伝説兵対決が今始まった。本当だね。両者かっこいいな。金銀って感じするけど、まあ金とプラチナか。うん、本当に金銀って感じがするね。おっと、バルドゥール。スリー・ツー・ワン・ゴー・シェン。やっぱ真ん中にとどまるな。お、当てた。ディフェンスはあの外側にあるね。すごいディフェンスをする。おあ、このおでは米交換して私がアマテリオとエアロアサルトプラチナバージョン。僕はバルドゥールバンパーバイト。はい、スリー・ツー・ワン・ゴーシェン。おっと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 バルドゥールが、おすごい、バルドゥール暴れてる。すごい動きしたよ。あーっとスリー・ツー・ワン・ゴーシェン。おお、オーバーフィニッシュ。はい、それではこちらのですねゲームを実際プレイしていきましょうか。はいはい、はい、ではやっていきましょう。はい、まずは A ちゃんがバルト。バルトか。そして相手があ、組長。組長、組長だね。はいはい、じゃあ行ってみます。はい、絶対に勝つ。さあ、ビクトリーバルキリー対ライジングラグナルク。ライジングラグナルクか。はい、おお、負けねえからな。あ、信じてるぜ。テレビと同じ声。ああ、そうだね。はい、でスタジアムも広いね。うん、お、これはレディーセット。まずは あ、シュートする位置を選ぶんだね。はい、そしてじゃあここ、はい、で、おお、角度、角度を決められる。あ、斜めにするのね。よし、3、2、1、シュート。お、なんか今ゲージが出たね。うん、でたまたまいいところで止まった。ラッシュ、ラッシュだけど当たんない。当たんない。お、ジャンプ作戦で攻めるぜ。タック相手がグランダー受けて立つ。おお、なんかいい当たってる、効いてるっぽい。あ、そのバーストのゲージがアップ、マックスになった。お、おアニメ出たよ。アニメ出た。どうなった、どうなった。負けんな。おお、いった、バーストバーストフィニッシュ。やったね。やった。たまたまやってバーストフィニッシュ。2ポイントだって。うん、2ポイント。うん。あ、次のポイントで勝利。お、セカンドバトル。はい、レディーセット。また1を選んで。次はどこにする？ここだ。そこ、はい。で、斜めか水平か。斜め。お。3、2、1。シュー。おお、またぴったり。ぴったり。ラッシュ。またラッシュだ。ラッシュ。当たらない。いつで守りきれない。あ、もうなんかシーズンみたいに出たよ。いけるぜ。ブロックで。あ、大変だ。おお、抜けた。アタック3。当たった。やってやるぜ。チャージアタック1。ジャンプ攻めるぜ。グラインドアタック2。お、どうだ。おお、え、連続攻撃。おお、来た。バースト。バースト、またバースト。バースト。いいね。よし、バーストだ。バーストフィニッシュ。バーストフィニッシュ。パターン2ポイント。はい。よし、勝った。やった。勝った？うん。そっかそっか、バースト2回で勝ったんだ。はい。俺たちの勝ちだ。お、次のレベルアップした。うん、それじゃさっきの画面ちょっとあったと思うんですけども、はい、絆っていうメーターがあったんですね。うん、ベイトの絆ですね。そう、これが、同じベイを使っていくとキャラクターとベイの絆が強くなって、どん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 強くなっていくんだって、はい、ベイがね。これはなかなか面白いね。うん、うん、じゃあ今度はベイのカスタマイズをやっていきましょうか。はい、はい、これがカスタマイズですね。はい、今はビクトリーバルキリーの赤だね、これ、うん、赤のレイヤーつけてますね。はい、で他のレイヤーに変える。はい、何する。じゃあカイザーキルベース。お、カイザーキルベース。おお、なるほど、今装着したね。はい、なるほどなるほど。今これベイの絆ゼロだね。これをどん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 使っていくと絆が強くなっていくんだ。はい、アマテリオスまでやったね。カイザーキルベース、ビクトリーバルキリー。おお、いっぱいあるね。うん、カスタマイズこれでどんどんできるわけだ。はい、はい、こんな感じですごい面白そうだよね。うん、うん、これ絶対やるでしょ。やる。だよね、絶対やる。絶対やるよね。うん、うん、すごい楽しそう。楽しみ。
それでこのゲームはですね、通信対戦でベイバトル友達とできるみたいなんで、はい、すごい楽しめるよね、うん、楽しそうだよ、うん、早く友達とやりたい。そうだよね、うん、はい、ということで 3DS 用のゲームソフトベイブレードバースト、まもなくですねクリスマスが近づいてまいりますので、はい、ぜひクリスマスのプレゼントにもいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。